皆様、本日もご搭乗いただき、誠にありがとうございます。この便はニューデリー発、ムンバイ行き、スパイスジェット8701便でございます。巡航高度は約1万メートル、飛行時間は2時間ほどを予定しています。機材は短中距離便の強い味方、ボーイング737-800 です。ちょっと霧が出ていてあまり良い天気ではありませんが、フライトには問題ないので予定通り出発したいと思います。それでは早速コックピットの方へと移っていきましょう。はい、ということでコックピットです。いつも通りセットアップはある程度終わった状態になってます。最近なんか、朝早い便多くないですか？なぜか行こうと思った場所の便は朝一なことが多いからな。デリー発でムンバイ行きの便はなぜか全部朝の便だからね。各航空会社1便ずつで、全部朝に固まってるんだよな。そんなに、この時間帯の需要が大きいんですかね？パーキングブレーキリリース。よし、大体定時だな。実際はこれくらい時間通りで運行してるのかわからないけどね。スパイスジェットでしたっけ？初めて聞く名前です。まあインドの格安航空会社だな。国際線にも就航してるし、2005年からあるから LCC の中でも比較的長く続いてる航空会社だね。機材はジェット機だと737、プロペラだと9400で統一してるっぽいな。今回の路線だと唯一737で運航してる会社でもあるね。他はみんなエアバスだったし。ここのところ、2連続で A319 でしたから、久々に戻ってきた感じがしますね。まあその2連続の前の機体は737だったけどな。まあ次の便はいい加減短中距離用の機体じゃないのを使う予定だから。さて、それじゃあスタートナンバー2。あいよ、ナンバー2、スタート。この機体もエンジンスタートスイッチにオートポジションがあるんですね。比較的新しいってことだね。スタートレバーとかは従来と変わらないけど、あとはプローブヒートもオートだな。まあ元から比較的綺麗が若い機体を導入してるらしいからそういうのもあるのかな。新しいと綺麗ですし、イメージアップにもつながりそうですね。まあ LCC は整備コスト下げるために新造機を好むしな。と、フリューエルイン。そういえば、ムンバイって、どのあたりにある都市なんでしょう？あんまりイメージが浮かばないです。ムンバイはインドの西海岸にある都市だよ。ニューデリーからだと南西側だな。アラビア海に面してるのぜ。だからルートもなんか引きちょっと西による感じになってるね。と、パーキングブレーキセット。こうやってみると、ニューデリーってインドの中でもかなり北部なんですね。まあな、インドはもっと南に広がってるのぜ。そっち側にも行ってみたいけど、とりあえずはこの便でインドは最後かな。次は、また国際線ってことですね。そういうことになるね。ナンバー2、スタビライ、ラジャー。よし、それじゃあビフォータクシーチェックリスト。あいよ、ビフォータクシーチェックリスト。ジェネレーター、オン。プローブヒート、オート。アンチアイス、オフ。アイソレーションバルブ、オート。リコール、チェック。オートブレーキ、RTO。エンジンスタートレバー、アイドルディテント。フライトコントロール。エルロンレフト。チェック、ライト。チェック、エレベーターダウン。チェック、アップ。チェック、ラダーフルライト。チェック、フルレフト。チェック、オッケー、チェック、グラウンドエクイプメント。クリアー、クリアー。ビフォータクシーチェックリスト、コンプリート。ありがとう。それじゃあフラップ5。あいよ、フラップ5。トリムは？オッケー、5.6 っと。それじゃあタッチング許可もらおうか。IO、デリーグラウンド、スパイスジェット8701、リクエストタッチ。スパイスジェット8701、タクシートゥホールディングポイント、ランウェイ11 at Sierra 5。タクシートゥホールディングポイント、ランウェイ11 at Sierra 5、スパイスジェット8701。オッケー、それじゃあ出発しようか。IO。点滅させてタッチングを知らせてっと。オートスロットルもアームにしておこう。よし、じゃあパーキングブレーキリリース。出発進行。滑走路自体は目の前のやつだな。オッケー、右に行けばいいかな。1本目の誘導路は直進して通過で、2本目のヤンキーに入る感じだな。その後はまっすぐ突き当たりまで行って左に曲がった先がシエラ5だな。ラジャー。
そこの滑走路手前のホールディングポイントがシエラ5なのぜ。単純なルートでよかった。クリアドフォーテイクオフランウェイ11アットシエラ5、スパイスジェット8701。ビフォーテイクオフチェックリスト。あいよ、ビフォーテイクオフチェックリスト。フラップ。5、グリーンライト。スタビザイザートリム。5.6、ビフォーテイクオフチェックリスト、コンプリート。ありがとう。ランディングライトオンと。ストロボライトオン。トランスポンダー、TARA。ファイナルクリアランウェイクリア。ランウェイ11ヘディング103、このままローリングで、あいよー、それじゃあ行くよ、ラジャースタビライ N1 とか、N1 とかパワーセット。AT、チェック、スロットルホールド。V1、ローテート。ポジティブレート、ギアアップ、ラジャー、ギアアップ、エルナブ、チェック。チェック。ギアアップ、ライトオフ。568701、コンタクトディパーチャーオン118425。118825、スパイスジェット8701。ディパーチャー。スパイスジェット8701、リーディング2604フライトレベル200。スパイスジェット8701、レーダーコンタクト。クライムバイアシッドフライトレベル200。クライムバイアシッド2フライトレベル200、スパイスジェット8701。チェック、クラック1。クラックアップ、スピードチェック、クラックアップ。まだまだ雲は分厚そうですね。もっと上がらんと青空は拝めなさそうだな。ただ次のピッツは7000フィートの制限っぽいからまだ上がれないけどね。そこを超えないとベルトサインも消せないな。航路上の天気はどうなんですか？おおむね良好だが、降下開始地点の手前あたりに積乱雲っぽいのがあるらしいので、そこだけがネックだね。さて、それじゃあアフターテイクオフチェックリスト。
あいよ、アフターテイクオフチェックリスト。エンジンブリード、オン、バックス、オート、ランディングギア、アップアンドオフ、フラップ、アップノーライト、アフターテイクオフチェックリスト、コンプリート。ありがとう。それでは、今回はこのあたりで一旦切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくださいね。